ポールチャンネルでーす。はい、どうもどうもお久しぶりですちょっとお久しぶりになっちゃったんだけど ね、 なりましたね。ちょっとこれからね、常時上げていこうかなと思ってるんで、はい、ちょっとまた皆さん見ていただけると嬉しいです。よろしくです。今日どこですかこれ。代々木公園ですね。代々木公園、最近ちょっとお気に入りのね、最近お気に入りのスポットで、ここはいいんですよね。いいですよね、ここ自由な空気がね、そう流れている。そう、さっきそこでウクレレ弾いてましたからねすごい笑顔でこっち挨拶してくれましたけど、ね、本当にウクレレそうそうそうね、はい、ということで、今日はですね、久々のラポールチャンネルではあるんですけども、うんうん、我々は新しい商品をいくつ出したんでしたっけ。2つ、ね、出したっていうかこれから出すんですけど、これから出す目下準備中で、そうです。すごいいい2つのね、うん、商品が、はい、年内中に2つ出ます。おお、楽しみ、はい、すごいです、ね、これは、うんうん、で1つは、はい、Q&A フィルム。 Q&A フィルムです。はい、はい、Q&A フィルムに関しては何かっていうのはね、あのショート動画で結構上がってるんですけれども、うん、皆さんのビジネスに、使えるホームページの代わりになるような映像が Q&A フィルムです。なるほどね、はい、うん、これがね非常に多分好評になる可能性が高くて本当ですね、はい、低価格で、3つのプランがね用意されてるっていう形なんですけど、うん、何と何と何があるんでしたっけ。3つ、Q&A です。 Q&A はその、質問の数によって、まあね、そうプランが分かれてるという、ね、分かれてるやつなんですけど、まあ、10個の質問、はい、ね、15個の質問、15個の質問、20個の質問に対して、ね、金額もね変わってくると、うん、撮影時間も変わってくる、まあ、撮影時間もね変わってくると、うん、また激安で、はい、激安です特典もあって、特典もついてるっていう、ね、はい、ラポール大放出の、そうですね、大放出ね、大放出いつもやっちゃうんですけど、はい、でまあ、10本に関しては29,900円、うん、で15本に関しては39,900円、はい、20本に関しては49,900円というね激安、ね、なんでしょうねその値段ってバカになっちゃってますまあね、我々としても、まあ、チャレンジという部分も、ね、そうですね、チャレンジもありますし、ね、はい、まあ、価格ちょっともしかしたら変わる可能性もあるんですけど、そうね、うん、まあ初動なんでね、ちょっとこの価格でまずやらせていただければなというところで、はい、はいはい、ぜひね、特典もねついてるんですよね、うん、ね、何でしたっけ特典は。特典はね、はい、やっぱりねこうやって発信して見つけてもらわないといけないので、うん、そうね、ね、はい、そのためにはね、やっぱりサムネイルが大事じゃないですか。サムネ重要ですね。どこの誰がね、はい、どんな雰囲気の、はい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 、ね、なのかってね、必要、重要なので、重要ですよね。そのサムネイルのね、はい、写真まで撮ってあげようじゃないか。マジですか。あげようじゃないか。多分5枚、10枚以下だと思うんだけどね。そうですね。ね、うん、まあ僕ら普通に写真を頼むと価格になっちゃうと、またちょっと価格はね変わってきちゃいますから、ね、これをまっつけちゃってるね、とんでもない込みでいいんですか、込みでいいんですかって普通別料金です。別料金だけどね、もうやっちゃえっていうことで、まあまあまあ、さすがラポールでございます、ね、ということで Q&A はね、はい、めちゃくちゃQ に対して A を、アンサーを答えるっていうところではあるんですけども、うん、これね、あれ使いますよね、あれ、うん、何でしたっけね、あの秘密兵器ね。秘密兵器使うんですよ実はラポールが。そうそうそう、まあ、Q&A だからね、はい、自分でね、この自分のサービスとか、はい、その喋らないといけないわけですけど、はいはいはい、はい、そのじゃあ何を喋るのかっていう、そう ね、 ね、はい、そこをねやっぱ一人で考えるよりは、はい、ね、我々のね、うん、秘密兵器、はい、まあ、ラポールマーケティングシートか、ラポールマーケティングシートですね、うん、それを使いつつ、やっぱ自分のビジネスを、はい、ね、まあ、見つめ直すという時間にもなるし、そうですね、うん、で新たな気づきとかね、視点っていうことにも気づく可能性が大なので、うん、ね、これは、はい、ね、まあ、僕らもやっててね、そう、おっっていうところありましたし ね、たくさん、まあ、初心に立ち返れるというか、はい、ね、自分が、求めている、ね、理想のお客様の立場を、ね、うん、そう立ち返れるというね、そうなんです、うん、お客様 の、ね、うん、視点っていうところに気づくっていうかね、うん、そうですね、そこが一番重要なところになると思う、まあ、長年やってるとなんかね、
そう惰性でなんか独りよがりな、ね、うん、なんか橋になってたりとかね。そうなんですよね。すごい心当たりあるんで僕こうでいい、こうだろうみたいな、ね、そうね、こういう風にやっとけばいいのかな、うん、みたいな感じで思っちゃうけど、いや、うん、違うよなと。そうそうそう、やっぱ時代は変化してますからね、そう、しっかりそこはね、そこに合った商品というかね、そうですね、やり方、うん、やっぱり見つめ直すきっかけになればいいなっていう。そうなんですよね、うん、だ現代、まあ、現在地をね一回整えて、はい、ね、再出発するみたいな。そうですね、僕の中ではそうです、整えて、整えますか、さすが、整えてから出発しないと。え、そうです ね、歪んだまま出発しちゃうと、うん、ね、また曲がっちゃうから、曲がっちゃうから ね、やっぱこうしっかり整って、うん、しっかり前を向いて、そういうことです、ことですよね、うん、そういった意味のね、うん、価値がね、この Q&A フィルムにはQ&A はね、本当にみんなやった方がいいと思う、俺は。そうですね、本当に、うん、自己を見つめ直すっていう意味でも使えるし、商売にも役立つっていう、もう、すごいよな、みたいな。まあでもね、Q&A フィルム、ね、Q&A の、ね、動画って、やっぱり、巷ではもう結構ね、出てますね、やってますけど、うん、なんかね、やっぱり、一人でやるって、またね、うん、難しいじゃないですか。難しい、うん、本当に。ね、そこをまあ、ね、ラポールマーケティングシートを使いながらも、はい、まあ、僕たちと打ち合わせをしながら、うん、進めていくという。打ち合わせの別途ありますからね、そうそうそう、事前にね、うん、だからよりね、お客様の立場に立った視点で、うん、いや本当そうです、うん、その質問10個ね、はい、考えるのもすごく実りのある時間に、いや本当に実りのある時間だし、うん、そのマーケットシートもね、うん、しっかり差し上げますので、うん、そうですね、ぜひその自分のビジネスにお役立ちいただけるんじゃないかなっていうところも多々あります。そのシートの使い方も教えますから。そうですね、うんうん、いろいろ使い勝手がいい、そうです ね、アイテムなんでね、うん、まあ、それであの値段でいいんですか本当に。まあ最初はね、最初はそうしようかなと思ってます。ちょっと初動なんで初動なんでね、はい、ちょっともしかしたらワンチャンちょっと金額帯的に上がっちゃうかもしれないんですけど、ね、一旦ちょっとこれでやろうかなっていう、ね、はい、やりますので、はい、こうお期待いただければそして皆さんやりましょうはい、というところで、まあ、一つ目の商品が一つ目だ、ね、Q&A フィルム、Q&A、はい、でもう一つはね、二つ目は、二つ目はですね、うん、でまあ、我々ね、もうかれこれいつ3年前でしたっけ、3年ぐらい前ですか ね、 もうね、うん、まあ、スマホ動画アカデミーっていうのをね、うん、まあ、リアル開催でずっとやってきて、ね、はい、もうこれまでで、まあ、60人ぐらいね、多分、いや、もっと持っています、もっといました、うん、持っている、全部入れると、全部入れると100超えてます、100超えてますか、はい、超えてますね、ああ、そっかそっか、そうなんですよ、まあ、それぐらいの方々にね、スマホ動画の楽しさを、ね、お伝えしたんですけど、はい、まだまだ足らないっていうね、足らないですね、うん、じゃあリアル開催をやるのかと、はい、言うとね、はい、なかなか我々2人がね会う時間も、そうですね、それもありますし、うん、やっぱり物理的な時間っていうところも、ね、ところも結構ね、うん、お互いまあ忙しかったりするところもあるし、はい、まあ、前置きがね、すげえ長くなりましたけど、はい、要するに、要するにオンラインでそうなんです、オンライン始めますっていう話です、そうそうそう、オンラインのスマホ動画、はい、レッスン、レッスンね、うん、そうなんですよ、まあ、ようやくね、そうですね、まあ、自己学習型、はい、オンライン教材、そうです、ということですよね、とうとう、とうとう、まあ、ね、ちょっとね、やっぱあれば嬉しいとは言われてたんですけど、うん、ちょっとやっぱここのオンラインにちょっと2人が弱いところもあって、うん、やらなきゃやらなきゃって思ってはいたんだが、そうですね、それをね、着手しましたっていうところで、着手しましたね、はい、ようやくです、すいません、お待たせしましたで、どんな内容になってますかね、はい、内容はですね、まあ、オフライン、そのリアルで教えるものと全く同じではあるんですけども、うん、そのスマートフォンで1台でね、うん、撮影して編集するっていう技術を、うんうん、その教材を見れば分かる、うん、そして習得できるっていう内容に、ね、なっておりますので、いつでもどこでも誰とでもできちゃうっていう形ですね、なるほど、はい、でもヒルさん、そのスマホ動画 の、 その、ねはい、教材って世の中結構いっぱい出てますけど、ありますあります、そのラポール の、 そのオンライン教材の、はい、まあはい、あ、うわー風強い ね、はい、三脚大丈夫かな、大丈夫かな、音は多分大丈夫だと思うんですけどね、音はね、うん、はい、もう一回言ってみますね、あ、大丈夫、うん、で、世の中の、ね、はい、まあ、スマホ動画教材みたいな、はいはいはい、まあまあ溢れ出してきてると思うんですけれども、はい、
ね、僕たち の, そのオンライン教材、うん、良さっていうか良さメリットメリットなんですか。そうですね、まずまあ楽しく覚えられるっていうところがまず一つあるかな。その僕とやっぱり一人でね、はいっていう感じで教えるっていうと、なんかどうしてもこうまあなんだろう、教材として捉えるしかないんだけれども、うん、やはりそれをこう、まあ、この2人でね、ちょっとなんかまあちょっと漫才チックにやる、まあ、確かにね、そうでしたね。なんか多分入りやすいと思う。その、うん、教材を見てるっていうよりもなんかこう面白い2人がなんか喋ってて、それを聞いてたらいつの間にか身についたみたいな、そんな雰囲気になるかなっていう動画なので、ね、だからすごいね、学習というよりもこう入りやすい動画になってるんで、うん、まず楽しく学べるんじゃないかっていうのが一つ。そうですね、はいはいはい。で、二つ目に関してはやはりそのラポールでしかできない、まあ、秘伝の技っていうのがあるんで、まあその技をですねもう大公開しちゃってるっていうところが、ね、一番の強みかもしれないですね。うん、僕はそのおかげでね、はい、上手になりましたからね。そうです ね、一気にクオリティが変わる、はい、上がりますね、うん、それはね、どこもね、まあ、あんまり、ね、うん、あの言い方とか あそこまでこう噛み砕いて言ってるとこは多分ないはずなので、ね、まあ、そこは結構長年のね蓄積のスキルではあるんですけども、うん、まあ、それを、まあ、惜しみなくね出しちゃってるんで、うん、まあ、そこは皆さん期待していただければなというところですかね。はい、ですね、はい。で、実際どんな動画が撮れる感じなんですかね。ね、実際どんな映像が撮れるかというと、まあ、誰向きっていうところになってくると思うんですけど、やはりこのちょっとイベントとかね、はいはいはい、あの記念日とか旅行とか、ね、そういった時って結構スマホとかでたくさん撮って長く撮っちゃうじゃないですか、うん、まあ、そういうものを後ですぐ見返せるように 2,3 分にまとめ上げるっていう力がまずつきます。そうですね、はい、やっぱりスマホフォルダーにずっとあってもね見ないと思うんですよ。見ないしね、うん、まあ、それはすぐにでも見返せるような思い出のある思い出を記録するすごい素敵なムービーに仕上げるので、まあそこのノウハウを完全に収録してますというところです。はい、であとは、うん、まあ、その記録的なムービーっていうところもそうなんですけど、うん、まあ、今は、ね、昨今その SNS とか、まあ、そういうツールがすごい、ね、うん、進化してるんで、うん、まあ、そういった部分で発信系のコンテンツっていうところをね、なるほど、作る方にも応用できるような作り方にはなってるんで、うん、まあ、そこもね、できれば習得いただければなというところで、うん、はい、考えてます。なるほど、でも結構あれですかね、そうなると、はい、お高いんですかね、価格ね価格気になりますよね、やっぱり価格はね、これもまた安い、すいません、1万円切ります。お大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか価格は9990円でございます一万じゃないんだみたいなね、買い切りでね、買い切りです、サブスクじゃないです、サブスクじゃない、もう1回のみ1回のみ、ね、それも撮影編集全部だから全部だからね、はい、ちょっとやりすぎちゃってるからこれも、いやいやいや、ちょっとこれもね、ちょっともしかしたらですけどちょっと価格も上がるかもしれない、もしかしたら、そうです、すいません、ちょっと初動なんで、ね、チャレンジ価格、チャレンジ価格です皆さんよろしくですちょっと上がる可能性はあるんですけど、うん、まあ、まずちょっとこの価格でやらせてもらおうかなと。そうですね、うん、でやっぱりね、その今もう今11月ですけど、これからね、イベントごととか多々あると思うんですよ、年末年始ね、年末年始とかもあるし、そこにね、うん、間に合わせるように、そうです ね、そこで、あ、なんか違うねとか、あ、こんなの作ってくれたのありがとうとかね、人にプレゼントできるようなものとか、やっぱ後で見返してやっぱいいよなみたいな、うん、そんなフィルムが作れるようになれると思うので、うわー、いいですねそれね、はい、ぜひこの機会にね、皆さんお試しいただければなと思ってます。はい、で、何か特典か、特典もあるんだ、そうだ、そう、特典もつけちゃうんですよそう、それでまた特典つけるんだけどまあ、これね、曜日とかはもうこっち側でもフィックスしちゃうんですけど、うん、まあ、固定になっちゃうんですけど、あのね、オフ会をちょっと、オフ会、あ、なるほど、オフ会をね、オフ会を、設けようかなと思ってます。おー、いいですね、はい、
でそこで、実際自分たちに会って実際聞いてみたかったこととか、これってどうなってるんですかとか、うん、どうやってやるんですかっていうものをあの生で聞けるので、そこで、うん、ガンガン質問していただければということで、はい、生ラポールに会えるとそうですねいうことで、はい、ね、ぜひそこで、うん、あのいろいろと聞いていただければっていうところと、ね、うん、まあ、あとはワークショップ、うん、もうちょっと開催しようと思ってますし、まあ、フォトもね、フォトウォークもちょっとそこで実施できればなっていう、まあ、2、3時間ぐらいだと思うんですけど、うん、はい、都内ですがね、そうですね、うん、まあ、いろんな、ね、ネタで、ね、うん、皆さんにリアルでお会いできる、お会いできるね、機会もそうなんですよ、ね、設けつつ、ね、それも価格には入ってはいないんですけども、うん、あの参加費はちょっといただく形になるんですけど、参加費もね数千円とか、ね、本当なんかまたバグった金額、バグった金額でそんなもう、あのお手間にならない程度の金額なので、皆さんご安心いただければということで、はい、という感じで2つのですかね、ちょっとね、ちょっと僕らにとっては結構大きな2つのチャレンジではあるんですけども、ね、あの今後ね、うん、これは絶対皆さんのためになるというか、うん、まあ、力になれるなっていう商品2つなんで、本当ですね、ぜひ皆さんね、やりましょう、やりましょう、はい、買いましょう、はい、我々と一緒に撮影&オンライン学びましょう、学びましょうというところで、はい、はい、ちょっとね長くなっちゃいましたけど、長っちゃいましたね、またね、はい、ちょっと引き続きラポールのねチャンネルもバッチリで、うん、後ろですごい豪華と走ってますけどあれいいな、ね、はい、ちょっと引き続きここをしっかりチャンネルをね、アップしてきますので、皆さんチャンネル登録とかもよろしくお願いします。それではまた、それではまた、バイバイ、バイバイ。